浦和は25日、約5億円をかけて増築したばかりのクラブハウスを公開。3階建てで床面積1190平方メートル。食堂と仮眠室を新設し、トレーニングルームとリラックスルームを拡張した。最近5年間の好成績による増収で、ハード面の投資を行った淵田恵三社長は、アジアで一番になるには、施設を整えて体力を維持しないと、と決意表明。日本代表 DF 牧野は、選手同士で過ごす時間が増えた、と笑顔を見せた。大原、